孫悟空とドドリアの言語能力を比較。驚きの結果に視聴者コメント募集。こんにちは、皆さん。今日は人気アニメドラゴンボールのキャラクター、孫悟空とドドリアの言語能力を比較してみたいと思います。意外な結果に驚かされるかもしれませんよ。さあ、早速見ていきましょう。まず、孫悟空の言語能力ですが、彼は独自の言葉遣いや口癖がありますよね。彼の特徴的なカメハメナミというフレーズは多くのファンに愛されています。一方、ドドリアはどのような言語を使っているのでしょうか。驚くべきことに、ドドリアは非常に高度な言語能力を持っていることが判明しました。彼は謎の言語、フリーザ語を使いこなし、フリーザー軍の一員としての使命を果たしています。孫悟空とは全く異なる言語スタイルを持つドドリアの言葉遣い、口調には一体どのような特徴があるのでしょうか。さて、ここで皆さんにお聞きしたいことがあります。あなたは孫悟空とドドリアの言語能力を比較する上でどちらの言葉遣いが好きですか？孫悟空の特徴的な口癖に惹かれる方もいれば、ドドリアのクールな口調に魅了される方もいるかもしれませんね。ぜひあなたの意見をコメント欄に書いて教えてください。この動画では孫悟空とドドリアの言語能力を比較し、それぞれの特徴について掘り下げています。さらに、視聴者の皆さんの意見を取り入れながら、面白い結果を導き出すことができるかもしれません。ぜひ、あなたのコメントをお待ちしています。以上、孫悟空とドドリアの言語能力を比較する動画のタイトルと文章でした。皆さんが楽しんで視聴してくださることを願っています。引き続き私たちのチャンネルをご支援ください。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。